本日はグリップ巻き替えのご依頼のお客様、小林様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。当店では販売しておりません。珍しい。じゃじゃん。当店では珍しい。レボルタイガー。こちらが、金属タイプですか。超超ジュラルミンですね。あ、これ今年のモデルですか。そうですね。それは M5 対応の。あ、来年のモデル。そうです。もう売ってるの。売ってましたね。予約してたんで一応。M5 対応だそうです。これ素晴らしい。これ一番じゃないですか。うちの店で見るの。すごいな。で、巻き替えを順繰りにやりますが、こちらが従来使っておられた、これはビヨンドタイプは、これは何て言うんですか。イオタ。今あのグリップ外すとこういう感じですね。で、これ見ると、この形のグリップを両面でくっつけてるっていう格好ですね。面白い。こうですよ、中はね。はい。で、ちょっと巻いていきましょう。あ、先に感想聞きましょうか。これどちらが映ってるの？あ、どちらが好きですか？好きなのはやっぱこの従来。そうですね。だけど、まあ M5 でのやつだったら多分こっちなんですけど、今はそのこっちの方が良かったですね。あ、ボールが変わるので、そうですね、やっぱり新旧対応のバットの方がいい感じ。そうですね。金属で一回バッティングセンターでも打ったんですけど、かなり弾き良かったんで、かなり硬い感じで。重さは同じなんですけど、何グラムですか。720ですね。84センチ。ここですね。ははー、かなりヘッドが返るというか、振り出しがクッとくるような形だった。ちょっと振らしてもらおうかな。はい、全然。これはオリジナルですか、このグリップ。これはもう最初からなんか今年のモデルのその金属バージョンは下にと上でちょっと分かれてるタイプね。面白いですね。まあ、これ巻き替えちゃうんですけど、そうですか、 M9 対応素晴らしいな。じゃあ早速やっていって、また後でお見せしますね。皆さん、レボルタイガーイオタできましたよ。お客さん、選択は正解かと思います。かっこいい。いきますよ。じゃじゃん。これいいんじゃないですか。これかっこいいですよね。そうですね。いや、終わったですね、これ選んでね。そうですね。いいセンスだな。いいぞ。じゃあもう一本やりましょうか。はい、はい、剥がさなくちゃ。はい、金属の方はグリップ、こういった樹脂がはまってまして、ちょっと構造がね、材質が違うような感じですけども、さっきのねビヨンドタイプと、ほらこれね、非常にね剥がすのが面倒、時間がかかりました。じゃあちょっと巻いていきますね。これあの特徴的なグリップなので、ちょっとコツが必要かと思いますね。普通にまず巻いて、よいしょ、一周ね。これで一周で、これ伸ばしながらちょっと普通のペースに戻していかないとダメなんだけど、これで二周目かな。二周で、4周からだいぶペースが、この辺がいいな、見える、よいしょ、ごめんなさい、ちょっと見えなかったな。こうして、まああのグリップの交換の動画は何本も出してますが、このレボルのタイプは初めてかな。見える、これが M9 対応のね、新型レボルだそうですよ。素晴らしいですね。まあうちでは売ってないんですけど、また後で紹介しますけど、後でっていうか、次の動画ぐらいで、あの
あれですわ、新旧対応のディマリニとかが上がってきてるので、ディマリニ Z からバーストインパクトかアシックスね、でカットして完成ですね。こことこうか、いい感じですよ。ああ、本当ですか。もう緑にあった感じだった。レボルタイガーはグリーンがイメージカラーなのか、それともグリーンが好きでお客さん買って、小林さん買ってらっしゃるのか。元々がグリーンだったんですけど、うん、で今回がその金属が3色になったんですよ。あ、そうですか。オレンジ、ブルー、まあブルーといっても水色、そのライトグリーンみたいな形で、うん、でたまたまなんか最初は予約した時はなんかオレンジだったんですけど、はい、なんか。まあ、僕の方がその予約の最後の方だったかなんかでオレンジが出てしまったってことで、もし気に入らなければ他の色の重さが違うんですけどあるんで見てくださいってことだったんで、うん、でまあいろいろ持ったけど、まあやっぱこれと同じぐらいの感覚でいいかなってことで結局緑になっちゃっただけなんですけど。なるほど。だから次回の今度のイオタは青ですね。あ、そうですか。そうですね、水色になって、昔のこのマークが変わるって言ってたんで、竹内さんのこの形がなんかちょっと牙みたいな感じの。もう一本買われるんですね。今度は何、どう違うんでしたっけ。今度はこれのイオタと同じ、あ、これが金属ですけど、金属だけではなくて今度はこのイオタの M5 対応、イオタの M5 対応らしいです。じゃあちょっとせっかくですから最後に小林さんね、バットを構えたところを一つ構えたところですよ。いしょ、じゃあちょっと準備しますね。よいしょ。はい、どうですか。じゃあそのバットの感想から、感想言いながら。そうですね、そちらが新型ですね。そうですね、はい、新型なんですけど、うん、新型はもともとがレボルタイガー自体が片面でしか打たないっていう特性なんで、はいはいはい、あれだったんですけど、金属の割には多分すごい弾きがいいんで、あ、そうですか。逆に小さい子とかの少年も出てるんで、逆に今のビヨンドとかに限らずこっちの方が素直に自分の力で伝えれるような感じがあ、トップも斜めになってるんですね、ヘッドも。これが今度のちょっと違うような形ですかね。はあ、なるほど、面白いな。これで結局こっちに重りがあるので加速するっていうような今回説明しましたか。で振ったんですけど、確かにまあ元々の振りやすさとこれなんでヘッドがだいぶ出ますね。だから結構ポイント遅れててもギュッと走るような感じです。だから逆に小さい子とかこっちの方が正しいスイング身につくからいいかなと僕は思います。なるほど。じゃあ従来のそのお気に入りのビヨンドタイプ、まあ M 級タイプが今度来ますけど、今Q の球の対応ですよね、それね。そうですね、ずっと使ってて、それで あれですよね、今お話聞いたらなんかちょっと掴んだものがあるっていうことでね、なかなか相性がいいんじゃないかなという。そうですね、もともとがもう目いっぱい振るって言ったら、まあどっちかというとビヨンドとかを振るタイプのバッターだったんですけど、うん、手を怪我した時に手首があんま力を入れれずにスッと振り出したら、うん、思ったより反発が良くてヒットを狙う感じですね。ビヨンドとかドンって上にホームラン狙ったりなんですけど、こっちはもうイチローとかみたいに綺麗にパンっていくような、左バッターだったらそう、なんか右バッター内川選手みたいな綺麗にいくような形ですかね。ほう。で、うん、根っこまでがやっぱ全部が発泡ゴムですね。発泡ゴムなんで、どこ当たっても全然手がしびれるってことは一切ないですね。そうですか。じゃあ相性は今度 MV が出たら楽しみですね。そうですね、まあ来年入ってくるので、来年2月とか1月ですか。1月10日以降って聞いてるので、多分11ぐらい。ああ、そうですか、早いですね。そうですね、お店によってはまあ出てるところもありますけど、即売れてるって話なんで。ああ、ありがとうございます。今日は本当にレボルタイガー私もね、あんまり触る機会がないので、勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。